浦島太郎。浦島太郎は、日本の研ぎ話、お研ぎ話、及びその研ぎ話内の主人公名。一般に知られるあらすじでは、亀を助けた法音として、浦島太郎が海中、海の果てに連れて行かれ、伝承によっては遭難して流れ着いた乙姫を船で送り届け、竜宮で乙姫らの強王を受ける。帰郷しようとした浦島太郎は、 開けてはならないと念を押されつつ玉手箱を渡される。帰り着いた故郷では、竜宮で過ごしたと感じたより、はるかに長い年月がた、り、失意のあまり、玉手箱を開けてしまった、浦島太郎は、白髪の老人に化するというものである。浦島古伝説が現話とされ、古くは、城代の文献、日本書紀、万葉集、単語国風の記逸文に記述が残る。 それらは、名称や設定が異なり、保温の要素もかけ、行き先は、竜宮ではなく、高来、常世の国なので、異郷園竜丹、仙教園竜丹に分類される。日本各地には、浦島太郎がいたと伝える伝承や、縁起丹があり、浦島の名の出ない竜話も存在する。現代において、日本で広く普及する、浦島太郎のおとぎ話は、 明治から昭和にかけて読まれた国定教科書版に近い内容である。これは、童話作家の岩谷さざなみが執筆した日本昔話版に生徒向けに手を加えて短縮したものだとされる。現代版に見られる、竜宮、乙姫、玉手箱などの故障や、浦島が亀を買い取って助ける設定は、乙木造史に由来するが、 半本として知名度が高いおとぎ文庫版のそれではなく、遺本、愛類系に見られる。浦島古伝説では、蓬来、常世の国の名のない女性が、玉串げを渡す。現代版では、亀と乙姫は別だが、浦島古伝説、乙ぎ造史では、浦島が釣って逃がした亀は乙姫、蓬来の女性の化身である。乙ぎ文庫では、最後に、 浦島も死ぬ代わりに鶴に変身する。現在一般的に普及しているストーリーは、教科書を通じて広く、国民に知れ渡ったもので、おおむね以下のような内容である。上のあらすじは、特に広く親しまれた教科書だと評価される、第三期国定教科書、第3巻、浦島太郎から取った。この教科書は、別名、尋常小学国語特本、通称、 花葉と特本という、大正昭和の1918から1932年に使用された。明治時代には、その元となった第二期国定教科書書集、浦島の話が登場している。このいわゆる国民童話版は、明治政府が教科書向きに書き換えたものであるが、童話作家の岩谷さざなみちょ、日本昔話書集の浦島太郎に、 若干の手を加えて短縮したものだと目されている。龍宮城に行ってからの浦島太郎の行情は、子供に伝えるにふさわしくない、結婚生活の内容が含まれているので、童話においてはこの部分は改変、もしくは省略された。文部省昇華、浦島太郎は、1900年の幼年昇華に掲載された、浦島太郎、作詞、石原和三郎、作曲、 田村虎蔵と、1911年の、尋常小学賞歌に掲載された、浦島太郎、作詞、骨三郎、作曲者不明とがある。昔々浦島は助けた亀に連れられてで始まる、歌は、尋常小学賞歌の、浦島太郎である。関慶語編、日本の昔話、岩波文庫に召集される、香川県中田土群で採集された話がある。これは、 北前の大浦を舞台とする。漁師の浦島太郎は、イカダ船で釣りに出かけるが亀が何度もかかるばかりで、その都度話してやる。長家はなしに木戸に着くと、渡り海州がやってきて、乙姫のいる海中の竜宮海に連れて行かれる。結末は、乙姫造史と同様だが、曲主箱が三段重ねで、一段目には、鶴の羽があり、二段目で白煙が上がって、老人となり、三段目に、 鏡が出て、浦島太郎が、自分の変わり果てようを目にすると、鶴の羽が触れて、鳥の姿になって飛び回る。その浦島を見ようと、乙姫が亀に変身して、浜に上がってくる。この話は、英訳もされている。明治期には、長谷川武次郎が、日本昔話、ちりめん本の一編としてまとめ、バジルホールチェンバレンクザフィッシャーボーイ浦島、1886年。 として刊行されている、挿絵は無名だが、林英卓の作とされる。1897年には、ハーンの著書、アウト・オブ・ザ・イーストによっても紹介されている。近代版の浦島太郎には、善行を行えば報われるという、仏教的な因果応報思想が、意図的に盛り込まれるとの解説がある。近代版には、カメが、お礼に、リ宮へお連れしましょうと語っているの、法音の意は、 はっきりしている。しかし、近代版では、浦島の結末は、短く竜宮で楽しんだ後は、老人となってしまう。結果的に自身が不幸に陥ることになるので、法音と言えるかどうか、疑問詞もされ、アンチ法音単とのレッテルを貼る論文すらある。また、古い浦島古伝説では、法音の要素は見出せないとされる。中世、乙偽造し、口述の場合は、 主人公が単に老化してあるいは死んで終わるのではなく、鶴とかして、めでたき結末となっているので、より法音端として成立する。これについては逆に、亀の法上を行った程度で、容易に無限の宝を得られるでは釣り合わない、との批判が見られる。精神分析学の岸田衆は、浦島が亀に乗って入る、時の流れのない楽園である、竜宮城を、抑圧も、 欲望の不満もない子宮のメタファーとし、軽率に竜宮城を出た浦島が玉出箱を開けることで、時間の中に見込まれる物語は、性的欲望に固くした子宮復帰願望の物語であり、何の不安もなかった、幼い日々を失った嘆きの物語と解釈した。常世の女性が、わたつみ綿つみの娘だということが復帰されるのは、万葉集の長唄に読まれる、 浦島古伝説においてである。この渡積を、竜神や竜王と同一視できるかについては、浦島古伝説はすでに中国の東大に流行していた、達尾九子伝説の影響を受けていたもので、すなわち、奈良時代の浦島古伝説でも、亀姫は竜王の姫だったという解釈の発表がある。また、当の竜女伝を元の素材として、亀姫は、 東海竜王の娘である竜女というより、具体性のある見解を藤沢森彦は打ち出している。しかし仮説になりたった解釈を抜きにすれば、おとぎ造史において、初めて、異教が明確に、竜宮となり、その異教の女性が、乙姫という名の竜王の娘として登場する。この竜王が竜族家を問えば、柳田国夫によれば、日本の昔話の竜宮には、竜は意外とされる。 浦島太郎として伝わる話の方が定まったのは、室町時代に成立した短編物語、おとぎ草子による。その後はよく、知られた昔話として様々な媒体で流通することになる。亀の恩返し、法恩というモチーフを取るようになったのも、おとぎ草子以降のことで、おと姫、竜宮城、玉手箱が登場するのも中世であり。 おとぎ造子の出現は浦島物語にとって大きな変換点でった。おとぎ造子の後本といえば、普通、おとぎ文庫版を指すことが、慣習的となっている。こちらは、江戸時代に半本にされて、多くの部数が普及したからである。おとぎ文庫の後本の原文は、昔単語の国に浦島というものをはべりしに、その子に、浦島太郎と申して、 年の世は日二十四後の男ありけりと始まる。一説に、ここから、亀は万年の年を経、鶴は千代を、八重ヌランを歌う能楽、鶴亀などに受け継がれ、さらに、鶴亀を、縁起物とする習俗が広がったとする。おとぎ造氏では、竜宮城は、海中ではなく、島か大陸にあるように描写され、絵巻や、絵本の差し絵もそうなっている。春のには、夏のには、 秋の庭、冬の庭の話はメインストーリーの付け足し程度に書かれている。浦島太郎のおとぎ雑誌の書本は実際には五十種以上存在する。それらをテキストの類似性で分類するとおおよそ四つの系統に分かれる。おとぎ文庫は四類系統に該当する。おとぎ文庫版はおとぎ雑誌の定番だが現代の浦島太郎のおとぎ話とは筋書きや 名称の上で違いが多い。おとぎ文庫では、太郎は亀を買い取ることはせず、背中にも乗らない。アイルイ系統の本が現代版により近く、浦島太郎が宝を渡して亀を買い取る要素が含まれている。また、相手の女性を無名とせず、乙姫、亀の乙姫と特定するものが含まれる。また本文でも、玉手箱という言葉が使われる。 オックスフォード大学、ボドリアン図書館所蔵の絵巻も愛類に所属する。林明平は、愛類を性格づける要素として、一カメの買取に迎えの船三式の間に教習を、なだめる効果。四、村人が長寿を認めて、ダビニフス、修行像の役割、五玉手箱の煙が、蓬来に到達し、乙姫が悲しむ、の五つを挙げている。浦島太郎という名前は、 中世の物語から登場し、それ以前の文献では、浦島子の伝説として記録される。浦島子の伝説は、上代の文献である、単語国風土器一文、日本書紀や万葉集巻宮にあり、成立年代は近いとされるが、順序については、異説がある。浦島子が誘われる場所は蓬来、常よの国なので、これら伝説は、異教園流丹。 宣教遠流端に分類される。宝来山は中国における不老不死の理想郷で道教の中核にある新鮮思想の産物である。浦島古伝説にはこうした新鮮思想的、道教的要素が見出せる。ただそのことについては現地の伝説を取材したが原作者の関席癖が出たためとも、東伝来の話の本案であるから、とも論じられる。 8世紀に成立した単語国風土器。現在は一文のみが残存にある、筒川書士、水江浦島子は、浦島太郎の物語の原型と解されている。ほぼ同時代の日本書紀万葉集にも記述が見られるが、単語国風土器一文が内容的に一番詳しい。内容は次の通り、しかし、何らかの力で二人は歌を読み交わすことができ。 三種が万葉仮名で引用されている。後世より送られたという二種も引かれているが、これら贈答家は単語国風土器より後の時代に追加されたとの説がある。単語国風土器一文は収録された話は、村地のイヨブバマ守る、イヨベのうまいという人物が書いた記録と付き合わせても、差異はなかったとしている。すなわちば守るが丹波の国才だった頃の文章は、 フード以前に成立しており、バマモルが、浦島伝説の最初の筆者であるとの説がある。バマモルは七世紀後半の学者官僚で、律令選定、司書編纂に関わって、皇太史学士を務め、開封層に、新鮮思想をもとにした漢詞を残す、東大一級の知識人であった。そのことを踏まえても、バマモルの著作の源が、日本の伝承だったのか、 中国の説話なのか疑問が残る。現地にもともとあった伝承を採集しそれを中国の新鮮丹風に編集、脚色したという見解と中国の類話の舞台を丹は単語に移して本案した作品との見解とで対立している。三浦優野の論子に従えば単語国風土器をもとにして解釈すれば主人公は風流の男である浦島こと 新鮮世界の美女であり、その二人の恋が感能的に描かれて、異界、宝来山と人間界との三年三百年という時間観念を鮮明に持つ。その語り口は古代にあっては非常に真新しい思想と表現であり、新婚神話や海幸山崎神話などとは全く一質であり、結末が老い足ではなく肉体が地上から消え去るという新鮮的な屍階段に、 なっているのもそのためである。浦島太郎、浦島この記述は、日本初期、有力期の有力天皇22年、478年、秋7月の上に見える。こちらには、事件の日付だとして、具体的な年、月付で、次のように記載される。8世紀半ば以降に成立した、万葉集巻9の高橋虫マロ作の長歌、歌番号1742、 ええ、水江浦島小一首として、浦島太郎の原型というべき以下の内容が、歌われている。春日の霞すみじみぼくがん、字でいしかも、春の日のかすめる時に、墨吉の墨の絵のがんに出ていて、という読み手の現実に始まり、そこから連想される、浦島の故事に触れる。大意は次のようなものである。読み手が長唄で、 水江の浦島湖の家の跡が見えると締めくくっている。その舞台の僕基地は墨の江と金振りされており、従来は丹後地方の網の町に否定されていたが、武田祐吉地が摂津国墨吉郡墨の江村であると提唱した。沢方急行、万葉市中駅では虫丸はおそらく摂津の墨吉にいたのだろうが、浦島伝説の舞台をここに移し替えて創作したのだとしていい。 意境遠流の場所が、渡積の神の国となり、先祖がその渡積の娘になっているのは、この万葉家での過失部分であるが、これもおそらく虫マロの創作であろうと考えられている。平安時代以降も漢文伝として書き継がれてきた。12世紀以降になると、年寄り随能をはじめ、大義賞、若道盲賞などか論書に浦島物語が金書きで、写され、宮廷や貴族たちの、 より幅広い層に浦島物語が広く浸透した。中世になると、おとぎ造史の浦島太郎をはじめ絵巻き、脳、狂言の題材になり、読者、観客を得て大衆化していき、江戸時代に受け継がれた。神奈川県にある通称、浦島寺と結びつく伝説は次のようなものである。付福寺は、江戸末期の神奈川塾火災で焼失して、廃寺となるが、明治5年、 1872年に、石井直方、神奈川本人が、神奈川区の喜び雲寺に一位を増築させて、併合させた。聖観世音菩薩像は残り、こちらに安置されている。この聖観世音菩薩像と、喜び雲寺及び道区内の蓮舫寺が所有する塔日は、浦島太郎伝説関係資料として、横浜市登録の地域有形民族文化財、なっている。 長野県木曽の山中に、浦島太郎がここに住んでいたという伝説が、室町後期から江戸時代の頃に成立している。創作であるが、古城瑠璃、浦島太郎では、舞台を、明松の宿場の界隈として、浦島太郎の民話を作り変えている。すなわち、品濃国に住む子宝に恵まれない夫婦が、戸隠明神に祈願して授かったのが、一頃の浦島太郎とする。 その相手も、元は、雲野の証言の娘の、玉り姫で、浦島と恋仲になるが、現世では添い遂げられず、稲川、木曽川の支流に見投げするが、超自然的な女性に生まれ変わる。彼女は亀に案内され、竜宮界の館の金なら、王に仕える、東南区は女となるのである。廃業した、鱗の衣は、これを脱げば、亀の姿から人間に戻るという霊物だった。 姫は亀の姿となって稲川にいるところを浦島太郎に連られ再会を果たす。浦島は姫の船に乗り、竜宮へ案内される。香川県三豊市拓馬町の西部、庄内半島はかつて浦島と呼ばれており、数々の浦島太郎にまつわる伝説が残されている。足利義満が浦島の三崎神社に参拝した際にと読んでいる。浦島太郎伝説に、 ゆかりがあるとされる地名等は以下のものがある。拓馬町庄内半島における浦島太郎伝説は、初代竜王の母飛根流1847年、硬下4年により、前からあったとされる。庄内半島各地の地名が、浦島伝説に由来するのではないかと、拓馬町出身の彫刻家、新田東田が提案し、郷土市屋の三倉茂太郎が、 半島各地の地名と伝説の関連性を調査し、物語として昭和23年にまとめた。観光 PR のために実在の人物が浦島太郎を名乗っている。町おこしの一環として浦島太郎関連のモニュメントが数多く作られている。詳細は、拓間町自治体の取り組みを参照。沖縄の伝承としては、色を節電の 第103は、与那覇村の人流宮に遊ぶことと、浦島伝説との類似性が指摘される。あらすじは次のようなものである。この説話の主人公は無名だが、設定はおおむね浦島古伝説と合致する。本土のものと道具立てが異なり、玉串毛は開けてはならぬ紙包みに置き換わり、その包みの中の白髪が接触することで、老化現象が起こる。また、の木は、 杖から生えてくるまで島には伝来していなかったとするので、神の国か切られたものと推察できる。いい話では、竜宮まで戻る道を開ける手段は、神みとは別に与えられた桑の木の杖を海に投じることであった。同型の話の分布としては、宮古島などにも伝わっている。柳田国をは、竜宮と南の島々の二流や、二来家内は同源だと見ている。 異療節伝にはまた、竜宮丹ではないが類似する第42は、善奈は大屋子、吉奈は夫や子の話が書集される。主人公は、出現した女性の言われるままに、大家を家に運ぶが噛まれ大怪我を負い、埋葬される。しかし実際は、死して死なざる存在となったという展開である。類似説は、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。